あとだんだんやっぱり女性がいろいろ占いをするとか、これもずっと中世から近代にかけても、女性がいろんな日本の新宗教とかも女性の教祖ってやっぱりいろんな特殊な精神状況になってお告げをするって、やっぱ女性が多いじゃないですか。天理教なんかもそうですし、やっぱり女性のそういうなんていうのか、いわゆるスピリチュアル的な役割を果たしていた女性ってやっぱいて、その女性のところ、女性がそういう占い師として人気を集めたりしていたはずで、そういった女性たちもだからそういった霊によって操作されているみたいなことで、やっぱ実際突然魔女になったわけじゃなくて、そういうそのつなぐ女性たちがおそらくいたはずでして、こういう女性がこの高齢エンガストリミュートスの地にピュートンって先で出てきました、ピューティアっていう巫女、それがピュトニッサっていうラテン語と定着して、ピュトニッサって呼ばれていくんですね、ラテン語で、そういう女性たちの系譜を、で今現在はそのピュトニッサの系譜を追っているところなんですけど、先生がそれをたくさん探していけばつながるので、で今これ科研費でこの研究は続けているんです。4年 4,5 年やってて、でそれで今の段階はそこのつなぐところの女性たちですね、そのいろんな説教をする人もいたでしょうし、だけどやっぱり教会の歴史を見るとやっぱり女性は修道女であり、やっぱりローマカトリックが特に男性の聖職者がしかいないですよね、だから女性は修道女であり神秘主義的な語りをする人であり、やっぱ説教するにしてもやっぱりそういう悪霊とかそういったものの影響を受けている、まさにこれもいなきゃいけないみたいな、そういうところがあったんじゃないかなと思いますね。いろんなつなぐ女性たちは出てきます、イギリスにも。だから一つは、どうも解釈変わってくる。一つはですね、翻訳っていう部分が一つあると、もう一つはもともとその、エンドルのその高齢術の方は存在してはいけないというか、それは肯定されてはいけない人だったっていうのがあるから、これをどう解釈しようかっていうところで、他方で民間にはそういう霊媒の人とか巫女さんとか占い師みたいな、そういう女性たちが、主として女性なんですよ ね、 女性ですね。そういうのがいる中で、そことくっつけて、でかつそれはなんか腹の中になんかいると、その悪魔的なものが、だからそういう悪い何か存在としてっていう解釈とくっつけて、なんとか整合性を取ろうとしたっていう。キリスト教でもやっぱりそういう女性たちもやっぱり真ん中はではなく、やっぱりサイドに置かれなければいけないし、排除されなければいけなかったんだと思いますね。そういう翻訳っていう側面と、キリスト教的な部分のどう解釈するかと、一方でそもそも存在しているその手の、そう、民間信仰的なものがずっとやっぱり民衆にはすごく人気はあったと思います。そういうのがこうつながった時に、本当にただ一つの役割を果たす人だったのが魔女まで行ってしまって、でそれがもう奥様は魔女のとこでお母さんの名前にも出てくるぐらいに、ある意味強く解釈されるようになっちゃったと。じゃあ魔女になったんですけどね、まだ魔女だと思ってかっていうか、それが魔女から解放されていくというか、で今日の一つのテーマである腹話術っていうのは、一国道とかね、日本でもありますけど、別に特にそういうものとはこうなってないわけですよね。そのある意味では何とかな、生族が切り離されるっていうかね、ある種の論理的科学的にその解放されていくなんかプロセスがあると思うんですけれども、これがまさにそうなんですけど、これさっき言っていたこうエリザベス・バートンっていう人が、エリザベス・ナップとか、こういう腹から買ったいもんによって動かされて語る人、こういう女性たちで、腹から語るっていう、さっきラテン語でベントリロッキースっていうふうに申し上げたんですけど、要するに腹から大門が出てきて語るときに、それは大門ではなくて、実はその声色を使っているのは、口のいろいろな動きをもちろん魔女としての解釈も続いてはいたでしょうけど、大門に影響されて、それが特に近代以降にはその
語りをもうちょっと科学的に説明してやろうという、うんうん、動きが出てこれが、魔術的なものでは実はないんだよと、うんうん、魔術的なものにみんな信じてるけど、うん、本当は魔術的なものでは何でもなくて、うん、あの実はなんかそういう声の出し方が、うん、あの口が動かないけどお腹から声が出てるように、うん、なんか口のうまく口をこう動かしてですね、うん、息を出してと、うん、そういうふうにあの、口が動かないけどお腹から声が出してるように見えると、うん、でそうなってくるとそれが大門のせいではなくて空気の流れとかですね、うん、あの口の動かし方とか、うん、あとそういうあのものにですねなってくるんですね。なんかあれですかね、だからその悪魔じゃないよと、うん、まあ、ある種のトリックとかペテンだよっていう、あるいはあの口の生物学的というか解剖学的にこういうふうにここを震わせればそういうのが出るよっていうふうにこうちょっと論理的科学的にこうその現象をそんなんじゃないよっていう動きが出てくると、うん、そうですね。そういうことによって、うん、あのまあ彼女いわゆるその、そもそも魔女っていうものっていうのは様々に魔女視されている存在がいたんだけれども、うんうんうん、まあ、魔女っていうものは、うん、あの魔女自体をそもそもあの否定していこうという人たちとかもいて、うんうんうん、あの今いろんな風に科学的に説明して、うん、まあ、あのその一つとしてこのエンドルの系のいわゆる魔女、うん、高齢術師が魔女になった、うん、そこに大門が語ってるっていうものの、うんうん、語りを大門ではなくて、うん、あのなんて言うんだろう、そうです、先生がおっしゃったようにその、まあ、腹話術的な近代以降のエンターテインメントとしての腹話術にもつながっていくような声の出し方をしていたんではないかと、うん、だとでそういう証言とかもたくさん取って、うんうん、でまさにその時代っていうのはまさに 近代以降のエンターテインメントとしての腹話術が成り立っていこうとする時期だったと思うんですよね。あんまり腹話術師っていうのは真剣に、うん、あの腹話術の専門腹話術師たちが、うん、まあ、いろいろとあの、まあ、研究所として、あの、まあ、歴史を遡って、あの書いてたりするんですけども、うん、本格的にすごくあのされてるのはなくて、うん、日本なんかでもほとんどされてないんですけど、はいはい、おそらくそういう過程の中で、うん、要するにこの大門が、うん、あのまあ、こう語るとしてそれがこう受け皿が必要です、うんうん、それが例えば聖書だとサムエルだとかいたんですけど、近代になってくるとそういう声を受けるこうあの、うん、人形が、はいはいはい、まさに そこで人形が受けて、うん、あのその大門が語るようなものをこう同じ人が語るんですよ、うん、持ってる人が語るんだけど、うん、ここに大門の受け皿が、うん、あのサムエルじゃなくて人形が出来上がっていくという、うんうん、そういう声をダミーこれがまさにでこの人は声を出さずに、うん、でこれはだからあの近代以前とか、まあ、近代とかあの腹話術エンターテインメントの腹話術が生まれる前は腹話術的な占い方だったんですよね、うん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 、ところがそれはでこれが生まれたらまさに腹話術近代の腹話術がまさにこういう人形を使って、うん、まあ、そういう語りをしているんだみたいな、うん、なんか受け皿をちゃんと用意して、うん、であのこの辺はだからどこまで意識してたかもちろん意識はしてなかったんじゃないかと思うんですけど、うん、あの解釈としてはだからそういうふうに私はサムエルがああいうあの語るのを腹話術的にこうあの人形が、うん、あの代わりになっているっていうふうに考えたら面白いんじゃないかなというふうに思って、うん、あれですね、だから腹話術の一国堂の人形がサムエルに当たるってこと、当たることですね、うんうん、そういう形でだからま あのそうです、まさにそうと思いますね。あの18世紀ぐらいですかね、あのこういう人形が出てきたっていうのは、これだからその魔女から解放されていくっていうそのプロセス、まあ、論理的に解釈していこうっていう部分とエンターテインメントとしてのその腹話術みたいなのが出てくるのっていうのは何とか重なってるところがあるっていう、あると思うんですね。それはまだ明らかにされてない、そういう仕事を今してるっていうことですよね。であのそうですね、で、まあ、明らかにね腹話術の人たちが意識してるんです、うん、あのこの話を自分たちの、うん、
職業とこのエンドルの女性がつながってるのがあるんですね、だから面白いのはその腹話術の人たち自体がこの今日の話のエンドルの魔女と言われている人たちのところにと自分たちの、まあ、ある種の正当性っていうのかな、 そうです、それをこう見出してるってことですよね。そうなんですね、まさにそうで、これ19世紀の、ボストンで活躍した、ボストンアメリカ国内で活躍した19世紀の腹話術師ですね、まさにこれがダミーでして、でこの人が今日この1804年の7月14日の夜にショーをすると、その宣伝として、広告ですね、ボストンコロンビアセンティネルというのはボストンで発行されていた新聞、そこに広告が載っていまして、こう絵もついているから、ミスター・ラニーが今日はこれからショーをするんだよと、エキズビットでエンターテインメントをエキズビットで、その時にジョン・ラニーの言葉が載ってまして、エンドルの魔女がサムエルの幽霊をまさに呼び上げたように、でこれから私たちがこれから自分がやろうとすることは今日の今晩のショーでデモンストレートされるのはまさにこの腹話術の力によってそういった状況を再現しようと思うんだ、私はっていうふうに言っているから、やっぱり腹話術師の意識の中にやっぱりこう腹から語る女性、それが魔女視されている腹から語る女性、それがもう当時はもうエンドルの魔女になってますよね、エンドルの魔女がまさに腹から語るんだと。で、それを自分たちはサムエルはないけど、このダミーを使って再現してここに受け皿を用意して腹から語っていこうとするんだよと、今日そういうショーを見せるんだよっていう、やっぱりエンドルの魔女っていうそれだけ有名だったんでしょうね、なので腹話術師たちもそれはちゃんと認識していたことはこの例で分かります、なのでそこで腹話術とこの魔女が結びついてくるっていうことですね。だからやっぱり語りをどうにかして、やっぱりこう科学的に、腹からの語りを大門じゃなくて科学的に腹話術、いわゆるエンターテインメントの腹話術として説明していく必要があったんだと思いますね。だからこの人たちもだからそういうふうに自分たちはエンドルの魔女がやったように、もう自分たちは腹話術を使ってやろうと思っているっていうふうに思いますよね、逆に言うとこの段階でもうだからエンドルの魔女は要は腹話術やってたんだって話ですよね。その通りですよね。そういうふうに少なくとも腹話術師たちは主張しているしているっていうこと、だからもうそこで19世紀ぐらいになってくるとね、もう解放されてますよね、その魔女の、さっきの絵で見た魔女の、ああいう種